今日はですね、キーエンスについて分析していきたいと思います。この動画のターゲットは、キーエンスという会社に興味がある人、またはキーエンスに就職したい、キーエンスの株を買いたい。はい、まずね、キーエンスはすごいっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、一体何がすごいのかということで、公式サイトから持ってきたんですけど、過去25年の平均成長率 10% 超と、素晴らしく成長している会社ということですね。はい、次。グローバルに事業を展開しており、46カ国210拠点というね、素晴らしいですね。まあ、これだけでも十分すごいんですけれども、まあ、何が一番すごいかって、やっぱりこの営業利益率ですね。脅威の 54.1%。まあ、営業利益率っていうのは業界にもよるんですけど、20% 超えれば優良企業と言われている中で、その倍以上の 54% の営業利益率を叩き出している。ここがキーエンスはすごいんですよ。徹底して無駄を省いた結果、こうなったという。キーエンスの年収は、平均年収はなんと2088万円です。で、日本の企業の中で平均年収が2000万超えている会社はたったの2社しかありません。キーエンスは平均年収が日本で2番目に高いです。ちなみに1番は M&A キャピタルパートナーズっていう会社で、これが年収2994万円。もう3000万円近い。はい。で、キーエンスの株価は、というとこれ10年チャートなんですけど、もうずっと上がりっぱなしです。ちょっとここ最近は米中貿易摩擦の影響で株価低迷してるんですけど、基本的には右肩上がりで、キーエンスの株を買おうと思うと600万円必要になります。今ファーストリテイリングもだいたいキーエンスとほぼ同じ価格ですね。キーエンスかファーストリテイリングか、まあ、ちょっとこう日によって違うぐらいの感覚です。で、キーエンスがすごい会社っていうのは分かっていただけたかと思うんですけど、実際何やってるんだっていう事業内容に触れていきたいと思います。一言で言うと、工場自動化に特化したセンサーの会社です。ファクトリーオートメーションという FA 関連の銘柄ですね。で、工場で人がやっている業務をセンサーに置き換えて自動化してしまうと。身近なところで言うと、スマートフォンとか自動車とか、そういったところにキーエンスの製品が使われています。次、キーエンスの業績は、ピンク色のところが過去最高の2019年3月で過去最高の利益です。ずっと過去最高を更新し続けている、そんな銘柄なんですけど、7月26日に備蓄の決算出したんですけど、まさかの 18% 減益で着地という。売上営業利益率も 49.2% に低下しています。とはいえ、十分高いんですけどね。業績が悪化している原因として、キーエンスが出している決算短信を読むと書かれてるんですけど、米中貿易摩擦の影響で設備投資が控えられている。製造業を中心に設備投資に慎重さが見られ、輸出や生産に海外経済の減速による影響が見られました。米中貿易摩擦で行き先が不透明なので、設備投資を控えようという動きが世界的に出ていると。2018年は僕も結構キーエンスの株売買してて、2018年1年間で19万円ほど利益が出てます。お金欲しい方はぜひね、キーエンスの株を買っていただければと思います。さすがに高いんで、僕も信用取引って言って現金で600万円なくても証券会社から借りてくることができるんで、まあ、信用取引は人によっていい悪いとか言う人いるんですけど、僕はもうバンバン使ってます。少ないお金で多い金額回せるんで効率はいいですね。ということで、まあ、株に興味ある方はね、ぜひチャンネル登録していただければ収益もアップするんじゃないかと思ってます。以上。